皆様、本日はフードコレクション2013へようこそお越しいただきました。本日司会進行を務めさせていただきます野島雅子と申します。よろしくお願いいたします。フードデザインコレクション2013、これよりオープニングセレモニーを始めさせていただきます。まずはじめにイベントを主催している株式会社バンタン代表の長澤俊二より皆様にご挨拶をさせていただきます。紹介にあたりました長澤です。よろしくお願いいたします。バンタンは創立以来48年の歴史を持っているんですけれども、その中で食、フードの分野に、クリエイターを送り出しているこのレコールバンタンというスクールです、かれこれ16年になります。創立から10年経った頃に、学校の中の教育を充実させるというのはもちろんなんですけれども、業界企業さんのご協力を得ながら、もっともっと表現を外に向けて出していきたいということがありまして、ちょうど6年7年前ですか、場所も同じこの代官山のヒルサイドテラス、こちらにおいて、アーティスティックフードコレクションという、イベントを展開させていただきました。それからいろいろなデザインの切り口を持っていろいろなシェフの方、パティシエの方に参画していただいて、6年7年いたというところです。もっともっと食の楽しみを、作ることの楽しみも、味わうことの楽しみも、見ることの楽しみも、ぜひ皆さんと共有させていただきたいというところが、狙いです。ちょうど、ユネスコの、無形文化財ですかに登録がなされるということで、日本食の文化というものもだいぶ世界中にクローズアップされています。それと同時に残念なんですけれども、食材のなんやかやという問題もありますが、ぜひですね、我々の、志、心意気として食をもっと楽しんでいこうという機会に、今日は2日間ですけれども、限られた時間ですけれども、皆さんと一緒に共有させていただけたらというふうに考えております。ぜひよろしくお願いいたします。